こんにちは。さあ、豊さん、はい、今年もあのルーキーの活躍目立ってますね。いやー、いいのがいるな。いますね。いるいる。始まる前までは、はい、あんまりチェックしていなかったけれども、開幕してからここまで豊さんどうですか。いいなーって出てきたっていう思った以上の選手っていうのはいますか。いる。いますか。いるし、うん、こいつと一緒に野球やってみたいなっていうのもいる。え、そこまで。いやいや、まあ、もし俺が首脳陣とか、はい、そうだったらそう思わせてくれるようなルーキーいるよね、いますよね。まあ、逆にもうちょっと頑張ってほしいなっていうルーキーもいると思うんですけども、いや、俺口に出して、あ、これはなんかこのチームの野球スタイルを変えてくれるんじゃないかっていう人たちがいたんだけど、はいはい、何、成績出てないじゃないみたいな、ちょっと頑張んなさいよみたいな、はい、チャンスがあるんだからっていう選手もいる、ね、うん。じゃあその両方の選手を今回はちょっとピックアップして豊さんに解説していただきたいんですけれども、はい、まず最初、はい、ロッテのルーキー、はい、ショート友杉選手、めちゃくちゃいいね。あのここまで、まあ、打率は3割1分、はい、でショートなんですけど豊さん、はい、いい、これはね練習で全然目立たないんだよ。お、うん、でオープン戦もそんなに目立ってないんだけどもさ、はい、ただ俺がね、うん、フレッシュオールスターを見に行った時に井端がいたんだよ、中日の。昔まだルーキーでね、はい、で東海テレビの人にあれが井端って言うんですけど豊さんどうですかって言われてね、で見てたらなんか右打ちを一生懸命やったりとか、はい、いろいろ考えてんだよ練習でも、はい、ルーキーながらね、うん、で東海テレビの人はなんか非力でどうのこうのとか言うから、うん、はい、いやこれゲームでも使えるんじゃないのって、練習では目立たないけども実戦タイプだよって、はい、まさしく友杉予想だよ、実戦タイプ。もういろいろまあサインが出てるのかどうか分かんないけど、はい、やっぱアイデアがいいよね。例えばどういう一つ取ってみてもいい、まあ、例えばセーフティーバントかましてみたりだとかさ、はい、ああ怖い、嫌なところにセーフティーバントしたなみたいな、うん、ところもあるし、うん、足がめちゃくちゃ速いんだよ。まあ、ロッテって足速い選手取りますけどそれでも速い、まあ、はいはい、いや実戦向きだから走塁がうまいんだよ。走塁で足の速いのも直線は速いってやつはたくさんいるよ、はい、だけど走塁がうまいんだよ。やっぱそれに伴った守備範囲も持ってるしさ、はい、だから非常に魅力は感じてる俺ともすぎ。そうなんですね、うん。まあ、ショートっていうと例えば藤岡選手だったり小川選手なんかもいますけれども、うん、豊さん的にはやっぱ一押しルーキーこの。いや、その足のレベルが違うもん。あ、でより実践向き、だからどんどん試合で使っていった方が、いや使っていったらやっぱいいと思うよ、うん。で吉井監督もやっぱり友杉選手をスタメンでも入れてたりももちろんするんですけど、はいはい、もちろんね、それはやっぱり実戦向きの選手で、いや実戦向きだしやっぱ使えるよ、何でもできるもん。いいですね、うん、だからエンドランやらしてもうまいだろうしバントもうまい、はい、セーフティーもできる、盗塁もできる、うん、もう何でもこう持ってるっていうような、うん、ただ長打はないだろうなっていうような感じだけど、うん、まだまだやっぱこう非力な部分があるからバッティングではちょっと苦労するかもわからないけど、はい、楽しみだねこの選手は、うん、おー、じゃあ要注目ルーキーですね。ほんとほんと、はい、さあ、はい、続いて中日の福永選手、はい、セカンド、いや頑張ってるよな。これもまたちょっとちっちゃいんだけどさ、はい、パンチ力があるんだよね結構。そうですよね、振る力があるというかさ、うん、だから田中のね怪我でチャンスが回ってきたね。でも田中がいたら田中をショートにして、はい、ルーキーの二遊間が誕生してたかもわからないよね、はい、そうですね。でこれから誕生する可能性もこのありますよね、2名の選手、うん、でまあ、今福永選手だったりとかあと溝端選手もこの前、まあ、使ったりとかもあるんですけど、立浪監督じゃあ福永どうですか、選手をどんどん起用していきたいっていう感じってあるんですか。いやいや人がいないんだよねなかなかね、うんうん、ただ福永はこう守備という面ではさ、はい、まだ勉強しなきゃいけないところがあるんでね、はい、だからまあそこら辺で苦しむかもわからないけども、うん、でもやっぱこうコツ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 やるタイプだろうし、はい、なんか引きつけてパチンと打てるタイプのバッターだけにね。そうですよね、うん、だから非常にいい選手だというふうに思うですよ、ね。さらにあの宮本慎也さんの教え子だそうです、うんうん、慎也は源田の時に見余ってるからね。そうなんですか。そうよ、ダメだって言ってたんですか、うん、そうなんですか。そしたら源田に謝ってるからお前がそこまでできるとは思ってませんでした、ね、逆にそうなんですね。そう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 、あ、そうなんですね。いや、そうそう、宮本慎也さんの教え子だからやっぱ守備もまあまあそれなりの、やっぱね守備っていうのは意識で変わるんだよ。
やっぱり一つのノックの受け方だとか、はい、基本を大事にするとか、そういうので全然変わってくるから、だから深夜に言われてるっていうことは、やっぱそういう意識は絶対持ちながら練習やってるから、必ず上手くなっていく、うんうん、だからこれは期待してもいいと思うね。そうですね、この1年、まあ、ルーキーなので疲れとかもあったりなので、あるある、多分溝脇選手なんかと併用しながら1年間戦っていくっていう形になるんですかね。だからこのドラフトでね、はい、まあこの2人、うん、ね、いいよ、いいですよね。友杉なんか中日は田中と迷ったっていうんだ。あ、そうなんですか。どっちを取ろうかみたいな。へえ。で、友杉選手がロッテ、中日が田中選手、やっぱりいい選手、どっちもそうですね。まあどっちも迷うがな、はい、あれだけ田中が怪我したからね、今は、はい、あれだけども、うん、田中がこうやっていれば、はい、友杉と田中どっちが上だみたいな動画が出てるかも。まあこの動画でも怪我してる場合じゃないよみたいな、早く出てきてほしいですよね。いや本当な、はい、でもそんな中で今ね、中日では福永選手頑張ってますので、そうだね、はい、さあそして日本ハムの奈良間選手、思いっきりいいぞ。大きい思いっきり思いっきりがいい。あの12球団でルーキーで、はい、一番乗りだからね、ホームラン、はい、1号ホームラン、うん、ね、エスコンで打ったけども、うん、やっぱ思いっきりがいいのと広角に打てるんだよね。ただやっぱ工夫っていうのはこれからもっともっと必要になってくるかなって。ただただ振るだけではさ、あの体で30発打てないし20発も打てないと思うんだよ。そしたらやっぱこう率っていうことを考えると、もう少しどうしたらいいかっていうことを考えた方がいい。でもあの思い切りだけは捨てないでほしいよな。ホームラン打った試合でさ、自分からのミスで負け試合になっちゃったんだよ。喜んでいいのか、悲しんでいいのか、分からない。でも彼は言ってた、あのエラーが引き金で負ける結果になってしまったと、だから初ホームランの時は嬉しかったけども、なんか嬉しさ半減したと、でもそういうことが次へのステップになってくるからね、まあ頑張ってほしいなと思うけどね。まあ、でも将来的にはどんな選手に豊さんなってほしい、なっていくだろう。そうだね、まあ、例えで言うと難しいな、今いないな、菊池みたいな選手、カープのですか。まあそこまでは上手くないよ、守備は、はい、守備エラーして負け試合になるぐらいだから、はい、でもなんかこう切符のいい選手になってほしいなと思うな。なんか将来的にもね、ハムの看板になっていく選手の一人に、まあそうだ ね、 ね、でもまあチャンスをもらえるっていうのは彼のね、はい、やっぱ実力もあっただろうし、その使われた時にホームランを打つとか、はい、だから運はなんかありそうな感じがするんだよね。そうですよね、うん、頑張ってほしいね、はいはい。さあ一方で伊藤さん、はい、この選手たちもっとやれるのにどうしたっていう選手2名、これね、はい、あのね、スタートの切り方、うん、ルーキーとしての、はい、これが失敗したよね。うまくいかなかったんだよ、はい、これがポンポンと打ってればさ、波に乗っていけたのかなっていうのを思うのは、はい、林 DeNA の勝負、俺林はなんか、はい、今年のスターティングメンバーの2番かなんかに多分入れた記憶があるんだよね。この子がルーキーだけども、はい、足という部分では改革をしてくれるっていうふうにちょっと期待したんだけどさ、はい、ただ送りバントだとかいろいろしてるけども結果打てないんだよね、ちょっと打率がそうですね。そうだな、だから打点の方が先に来ちゃって、はい、初打点みたいな、喜んでいいのかどうか分からない、これっちも分からないっていう、だから初安打打ちなさいよって言ったら打ったけどさ、はい、まあただやっぱり林も友杉と似ていて、はい、やっぱ実戦タイプだよね。あ、使っていけっていうことですね。そうそうそう、だから、まあ、調子が悪くて、まあ、引っ込んだりだとか、はい、まあ、三浦監督も最初から積極的に使ったんだけどさ、あまりにも結果が出ないから、ちょうど引っ込めざるを得なかったんだよね、だからもう一度あれして立て直してちょっと頑張ってほしいなと思う。そのためにはこの林選手どういうことを改善していったり、あのこうやっぱ確実性だな、確実性、だから打席で慌てないということだよ、はい、だしっかり振って走る、振って走る、走りながら振るんじゃなくてもう一、だからなんとかヒット内野安打でも欲しいみたいな、そんなんじゃなくてしっかり打ってから走る、そういうことをやっぱこう考えておいた方がいいな。そうで
ですね。しかもあの DeNA のショート今チャンスあるのでポジション的に、あるある今ね京田選手を使ったりとかもしてますけど、ね、森選手とか京田選手に代わって入るような存在になっていってほしいですよ ね、はい、でスピードあれば DeNA にスピードっていうも、ね、そうそう、それを入れてほしいわけ。そうですよね、うん、その重要なポジション、だから関根が入ってまたやっぱり野球も少しずつ変わってきてるんだよ、はい、DeNA の良くなってきてるんだよね、うん、外のボテボテの当たりを内野安打にして1点取るとかさ、うん、そういう野球もできてきてるから、はい、それもう1枚林が加わると、うん、もっとスピーディーになるんだよね。ですよね、うん、そういう意味でも頑張ってほしいですね。頑張れ、ね、さあそしてもう一人、はい、巨人の門脇、はい、あチャンスもらってたんだけどな、いろいろ。そうなんですよ、これがね7セカンドでノーアウト、はい、ね、多分ね任せたと思うんだよ、うん、あんまルーキーだし、ポーンといい当たりのレフトライナーかレフトフライかなんか打ったんだよね。それを見た時にあっと思ったね、うん、その意識もなかったんだ引っ張るっていう。あ、うん、だからそういう意味からするとちょっと野球をもう少し勉強した方がいいのか、うんうん、なんか自由にやってきたなっていう、体は強いし、はい、ね、使いびりしてないし、うん、すごくいい選手だと思うんだけど、守備範囲も広いし肩も強いし、だけど勝てる野球、そういうことをしてきたのか自由奔放にやってきたのか、まあ、そこら辺をちょっと疑いたくなるシーンがいくつかあったんだよ、はい、だからやっぱそれは感じたんじゃないの。ものとしては素晴らしいものを持ってるからこれから成長が楽しみなんだけど、やっぱり勝てる選手にならないとさ、うん、じゃないと自分奔放だとやっぱこれは使いにくい選手になっちゃうから。そうですね、素質はあるけど使いたいけど、うん、いやこいつの方がチームのことを考えてプレーしてくれるっていう、うん、彼も勝ちたくて一生懸命やってるんだよ、はい、やってるけどもそれが表現できないっていうことは分かってないっていうことになっちゃうから、はい、そこら辺をもう少し勉強してほしいなと思うね。つまり今が何アウトでランナーがどこにいてこの場面ではどういう打ち方をしなきゃいけないかっていうことを どっちの方向とか、うん、カウント作った方がいいのか初球から行っていいのかとか、うん、まあ、いろんなシチュエーションやっぱね、先頭バッターで打席に立ったって制約があるんだよね、はい、まあ、打席ではやっぱ制約がかかるんだよ、いろいろああいうタイプは。4番でホームランバッターっていうのは制約なしだよ、うん、ホームランボールがあったらもういい、初球からどんな場面でもいけみたいなことはあるにしても、やっぱあのタイプっていうのは場面場面試合の流れ得点それによって考えることはたくさん打席の中に入る前にあるんだよ、だからそれをやっぱこう感じ取ってほしい。そうですよね、で特に巨人で丸選手の代わりで出た、まあ、坂本とか吉川だな、はい、うん、だったりとか、そのやっぱり数少ないチャンス巨人だから、まあ、そうだね、そこで何か結果をそういうふうに出していかないとやっぱり厳しいですよ ね、巨人っていうチーム、まあ、でもねやっぱあの守備範囲の広さだとか肩の強さ、うん、それは魅力的だし、うん、バッティングだってこう球際強いしさ、うん、だああいうのがどん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 出てきて、そういう野球、勝てる野球を覚えてくると、もう素晴らしい選手になると思う、ね、そうですね、はい、まあ、ねあのルーキー5名、はい、宇田さんピックアップしましたけれども、はい、でもまたこの後からもあの注目してないけれども、あこのルーキーの選手出てきたねっていう選手出てくる可能性もちろん、ね、ありますし、はい、他にも上げきれない選手いると思うので、あの定期的にこの注目ルーキー選手やっていきましょ う、 う、まあ、森下頑張れ。そうですね、最後に、いや本当そうですよね、はい、この人は寂しいぞ